さあ2011年は俺と楽しんごの年だとさっきユニが言っていました。さあ対するは本日5連勝で上がってきた YSB、 乗りに乗っている YSB と言えるでしょう。今日の YSB がまさに第2戦のピーク。本日の YSB は一発違うんじゃないでしょうか。しかしながら先ほどの相手はチュンリー、そして今回の相手はユニのレクロ、かなりキャラがきつくなっている。確かにケンやユー、ダットリーといったキャラも相当きついはずだが、でもしかしそういったキャラの方がネクロよりはマシなんじゃないかと思えるほどの不利がついてしまうと言われるこのカードだが、リードしているのはあっと YSB、 画面足をキープして、さあお互い画面足をゴーバック気になるところ、ユニのレクロがじわりじわり、さあしかしここはカラージャンブームーン決めて1ラウンド先制していった YSB。 BM の意地を俺が見せるんだと YSB が積極果敢に攻めていく。同じ、BM 次郎の TM も王者モサへと、モサ王者東大に位置している。そして同郷のウーもやはり同じくモサ王者といい位置にいる。あ、ルーさん王者になってないんで、王者になった竜はバノーさんだけなんで、そこは重要ですらしいです。さあ今日は宮沢リシケルさんもいないんで、特にバノーさんもいない、そして普段解説していただけるウッチさんもいない、誰もいない状況で、さあ今日はセリシオさんも来てないんで、実況解説はかなり困ってますね。さあと言っている間にウニのレクロがかなり体力リードしている状態。さあしかしこのラウンドで決まようというのか、ワイスリー時間は着々となくなっているが、経過していく時間の中でワイスリーは何かを企んでいる気がする。今の前出しなんか特にやってやるぞという意気込みが感じられるが、ここはウニレクロが取り返して最終ラウンドまでもつれるこの戦い。さあ弱点集団と言われる BM 次郎ですが、 BM 次郎として攻撃に出た3人がなんとモサモサ王者と、最高ラインはモサモサ王者、とても弱点集団とは思えない。そして今弱点集団とは思えないこの YSB の強気な姿勢、そして画面端の攻めの強さ。さあしかしうまくユニが画面端を抜けて、またこうやってお互い距離を詰めなければいけないという膠着状態。対空はこのビリビリがかなり機能する。さあ遠距離攻撃もかなり急防を気にして、これをなんとかしないと。さあしかしブロっている、ブロっている、ブロっているが、これで入れ替わって画面端に行ってしまうのはかなりきついでしょう。あっという間に YSB も体力がリードしていたが、ほぼ五分の状況、体力が超えたほぼ五分の状況になってしまうと、ユニには攻める理由がなくなる。あとは待って、 YSB の体力じわりとじわりじわりとダブリ殺していけば9対9も戦は制してしまうんだというところだが、ボディからのハンマーマウンテン、勝ったのは YSB。